こんにちは、せいひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は独自ドメインを使った独自メールアドレスの作り方について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけど、こちら X サーバーのパネルですね。以前ですね、この X サーバーの方で独自ドメインを作ってもらったと思うんですけど、今回ですね、こちらのこの以前作ったこの独自ドメインですね、そちらを使ってですね、あなたの独自メールアドレスを作る方法を説明していきたいと思います。まずはですね、このサーバーパネル、こちらからログインしてください。はい、そうしますとサーバーパネルの管理画面に入りますので、でこちらですね、対象ドメインを指定ですね。とりあえずこちらを設定ですね。でどのドメインでアドレスを作りたいかということですね。あなたが作りたいメールアドレスのドメインを指定してください。で設定をするクリックですね。はい、そうしますとこちら確認ですね、この対象ドメイン、こちらが今選択したドメインになっているかを確認してください。そこが確認できましたら、ここですね、メールアカウント設定、こちらをクリックですね。そうしますとこちらの画面に起動するので、メールアカウントの追加、こちらをクリックですね。でこちらですね、こちらに必要事項を記入していきます。要するにこちらにあなたの好きな文字列を入れてくださいということですね。まあ、いわゆるアットの場合ですね。まあ、とりあえず今回は、テストですので、テストと入れておきますね。で次にパスワードですね。こちらはなぜパスワード必要かと言いますとですね、最終的にはですね、メールの送信ソフトと関連付けしないといけないので、ね、そのためにはパスワードが必要になりますので、ここでパスワードを設定しておいてください。で確認用ですね。でこちらですね、容量でありますけど、まあ、こちらは後からでも変更できるそうなのですが、とりあえずそのままデフォルトのままでも構いませんね。1から5000って書いてありますんで、まあ最初から5000にしててもいいんですけど、それと5000にしておきますか。ですね。まあ、こちらはそのまま開けてても大丈夫ですので。で、こう入力しましたら、アカウント作成を確認ですね。はい、そうしますと、出てきますので。でアカウント作成を確定をクリックですね。はい、とできましたね。でメールアカウント一覧を確認してみますと、はい、これはですね、完成したということで表示されております。ですね、先ほど入力したですね、まあ、このアドレスもそうですけど、こちらとですね、パスワードはですね、このようにメモ帳に貼って置いておいてくださいね。あとはですね、メール送信ソフトと関連付けがありますので、追加する場合はですね、また先ほどと同じように
こちらのメールアカウント追加からですね、このアットの前の文字列を変えていってください。そうすることでまた別のアドレスを作ることができます。削除するときはこちらですね。また編集する場合もこちらでできますので、はい、とても簡単です。はい、以上が独自ドメインでメールアドレスを作る方法でした。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。